はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日だいぶ盛り上がりまして、第2弾、はい、ザ・ラゲッジ岐阜からお送りしますが、はい、第2弾、まあ、メンズバージョンはもうアドバイスしっかりいただきまして、しっかり買い物させていただきまして、ね、社長にちょっと無理言って、ちょっとまた女子のアドバイスもいろいろしていただければなと思いますので、佐藤女子もできるのかな。女子はちょっと自信ないけど、ちょっと頑張ってみますんで、うん、頑張ってみましょう。じゃあ美和ちゃんやってみよう。やってみよう。6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。まずはどんなんかですか。やっぱ若いから。若いでね。何がいいです。まあね、視聴者の例えば彼女とかにプレゼントするのに、維持なんか、じゃあ35の男だったら、まあ、彼女が31人とか、はいはい、大人の女性向けに、そういうこと、ね、みたいなテーマ。例えばこういう T シャツも。ああなるほどなるほど。とか、あ、ちょっと出せ、エロい感じ出せよと。可愛い感じ。あ、ちょっと着てみましょう。じゃあそれ早速。まあ何個かやる僕は。透けちゃったらやばいな。何が透ける。なんか着てない。肌着着てないの。分厚いもん。肌着着てないの。着てねえよ。肌着着てないの。こっちは、ね、大人向けでしょこれね。うん、ちょっとそうだね。でもこれ可愛い。ん？可愛い。あ、これいいね。無難なやついったね。無難な系だね。うん、せっかくだから面白いもん行ってみたいな。面白いの。じゃあ一括いいの。あ、これいいじゃん。それ買った。これお前買ったんだよな前な。これ上下着てみ。着た。あ、これ可愛いんじゃん。これ黒のとか。可愛い。これ可愛いじゃん。めっちゃ。可愛い。これ絶対いいよな。これもいいじゃん。いや、これ着てほしいわ。ちょっとこのひらひらが私は嫌ですわ。じゃだけどこれ見て。黒も石入ってるか。めっちゃ可愛い。これ袖ないんですか。ちょっと一回あとでちょっと着て。一回ね、試しに。ちょっと俺推し。袖ありはないですか。聞いてみてもいい。これいくらぐらいするんですか。ちなみに袖ありある。袖ありありそ、うん、T シャツでもよかったよな。そんなめっちゃ可愛い。これこれひらひらじゃなかったらバカ可愛い。一番3000だよ。このひらひらじゃなかったらめっちゃ可愛いでしょ。これだったら買ったもん。でこのひらひら髪を嫌だ。だめだめ。切って直せ。切って直せ。あ、こういうのね。坂本ちゃんは、うん、これはこういうのがいい。大人女子。うん、大人女子。こういうのとかね。あ、これなんかピコって前いつも見よう。あのダウンダウン着とったやつかな。なんかあるんですか社長。女子はなんかちょっと熱量全然ないですよ社長。女子の時の熱量足りないじゃないですか。女子が一回、あ、それ、あ、そう、あ、俺後でお揃いで着てよ。着よ。じゃあ俺パーカー着て、お前これ着て、並ぼう並ぼう。で写真撮ろう。これとかこれとか、お前これちょっと着よ、着よ、着よ、いろいろいいね、いいね。ふざけ始めたっすか。いやいや、俺全然可愛いと思うもんね。可愛いかもしれんけど、ミオのこれ俺のセンス着さしてるから。俺こういうのがいいな。ミオ、そういうワンピース似合わん。じゃないけど、大人の女性がこういうの似合うじゃん。ミオまだおかき。いや、こういうの着てほしい。ちょっと試しに着て、一応一応な。そういう、なんかミオが着ない。じゃあ、分からんけど、いろいろ、じゃあ、まあ試しやこれ最後にしようか。うん、それ最後にしよう。絶対似合うもん。そういう写真撮ろうぜ。上がってる。もう夏服なんですけど。あ、おお、いい、全然いいじゃん。お、全然いいやん。ちょっと。ちょっとサービスちょっと。いや、いい、可愛い、可愛い。それ翔くん惚れ直すやつやん。翔くんのためなら何でも切るよ。それ買ったらじゃん俺。それぐらいだったら買ったらわ。翔くんのためなら何でも切るよ。それ可愛いと思うけどな。ミオ着てそう。ちょっとこういう。いや着てそう。全然大人じゃない。可愛いよ。可愛いっすよね。ここも可愛い。普通にね。どうですか。可愛いです。いや全然可愛いじゃん。せっかくなら普段金曜のやつ。じゃおかしいの持ってきたもん。いやいいよ、それ。待ってください。待ってください。待ってください。普段金曜のやついっぱい持ってくる。それ確実にあの息子が難病の人でしょ。息子が難病で子供迎えに行く人のやつでしょ。まずいってさ、病院でリンゴ剥いとるやつでしょ、それ。いや、坂本さん見てください。私こんなん着たことないです。いや、来て。いや、お前がちゃんと着て、あの面白かったら、あの熱量上げたらそれ買ったもん。いや、まあ面白さ。いや、これでもちょっと気に入っただろう。可愛い。思っただろう、俺のセンスあるだろう、マジで。ありがとうございました。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょっとでかくね。おー、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと大きいけど。全然、俺こういうの着てほしいわ。やだ。あの足場とか登るのにこんなん着てたらやばい。
じゃあそんなもう仕事中に聞いんだろお前プライベートで翔くんと映画見に行くとか。いやいや翔くん多分今日お父さんとドキッとしちゃうと思う。ドキッとしちゃうよ。翔くんのためなら何でも翔くんのためなら何でも綺麗。なんでこれ合わせる。さすが社長出てきた。いっぱい買う。ああそういうので。ああ、うわ女子。女子だね。女子力アップ。ボタンショーなんじゃん。さっきと一緒で、ちょっと重ねてあげる。ボタンショー。同じような仲間と合わせてあげるとすごい質感が。同じようなやつでやった方がいいんだ。そうですね。ああ、授業参観。お母さんはいないけど、お姉ちゃんと息子で一生懸命働いている優しいお姉ちゃんが。お姉ちゃんは弟のために中卒で働き始めました。そのお姉ちゃんが授業参観に来てくれましたみたいな感じ。はいはい、はい、いいねいいね。酔っ払ってできた。次社長いきます。これかこれでしょやっぱ。なかなかパンチあるね。おいいじゃん。おいいじゃんいいじゃんいいじゃん。おるおるおる。だけど安っぽくない。ズボンとかもよく今履いとるじゃん。境とか行くとめっちゃ履いとるやん。安っぽくないね。お腹出しちゃってる。お腹出しちゃうんです。まあ出してるな。ちょっといいねいいねいいね。ちょっとお父さんが怒られるかもしれない。すごくいいですか。よく質感すごくいいし、生地も薄いんで。生地はめっちゃいい。このジーンズがいいよね。いいです。なんか今ダボダボ流行ってるじゃないですか。これ綺麗だよ。なんかあんまりねそれでもダセいと思うけど、これはなんか形がいい。で次なんかある。あ社長もう一個着てほしいやつあるね。面白そうなやつ。こうの着てもらう。これいきましょうか。なんかでかいじゃん。ちょっとそれお前似合わんな。それなんか普通になんかはいそういそうこっちで着てって分かんないけど、センスがありすぎて分かんない。多分社長のセンスが多分もう相当あれやろね。なんか本当モデルがファッションショーで着てそうな感じなんですよね。確かになんかでこのもう色も嫌だし、この大きなんかこのダボダボ感も全部嫌だもん。これこのダボダボ感は可愛いけどね。そうもう全然なよくわからん。そのよくわからん。いやでもかつはそのじいちゃんは何にでも合うでいいよ。そう何にでも合う。絶対何にでも合う。好きじゃないからさ。おーいいじゃんいいじゃん。じゃあお前もあれちょっと上あったの。あ可愛い。めちゃくちゃ可愛いと思う。白でいく。38だと M。 いやでもやっぱ D スクに D スクは合うよ。うんでかいけど、まあ、もう全然あ全然いいじゃん。全然可愛い。残ってなくていいビデオにするよ。後ろでじゃあこう一緒にやらせちょっと靴が背中ある。ちょっと待ってください。ちょっと写真にするよ。じゃあさこちゃんいいよ。写真舐めるってじゃあなんでやれよ。ふざけて急にやってくんでも。とび職の方ご参加お待ちしております。はいお疲れ様です。はいちょっと社長はちょっとね他の人の接客中で、はい、ちょっと前でよか。鏡越しに。まあみやちゃんどうでした？またでもこういう機会で良かったんじゃない？まあ、確かに着ないような服を着ていただいて。じゃあ、うん、俺すぐ去っただろう。まあ、センスないねって言うけど、ちょっとレベル上がってきてんだよね。私センスないは行ったことないんですよ。全然いいやん。ただ試験会になるみたいに言われてるやん。俺視聴者もバチバチ言ってくるやん。視聴者はしますけど、ね、だけどまあまあちょっとずつセンスも湧いてきたと思うから。あそうそうそう。今日は何点ですか坂本ちゃん。いやもう80点ぐらいです、ね、優しすぎる。優しすぎるですね。ちょっと、ね、告知になりますけど、足場材の買い取り、はい、ちょっと本当頑張ってね、鉄の値段も上がってるとかで、ね、ちょっと思ってもう真剣にちょっと思ってるんで、ぜひ相談してください。で俺は直接まあ、今スタッフと一緒に やってるんで、どこまで進んでるか分かんないけど、この動画見たら、まあ、一回問い合わせてくれたらちょっとどこまでやってあげられるか分かんないけど、ぜひ効果回答できるように頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それと別件でイベントが今オンラインセミナーで、うん、これはリフォーム屋さん、有名なね、はいはいはい、宝塚で有名なリフォームの、うん、駒翔さんという人が、はい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 、特別ゲストで仲いいから喋ってあげるわって、もうそこもオンラインですごい成功してて、へ、うん、もう広告とか一切使わない、インスタとか YouTube だけで集客っていうのがすごいうまくいってて、その人に喋ってもらう、はい
はい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 、などいろいろちょっと盛りだくさんでやってますんで、はい、ぜひ参加よろしくお願いします。お願いします。せーの、鏡越しにまた見てね。珍しい初めての画角です。初めての画角。